が遅くなってしまってすいません。今日はそう、もうお風呂に入りました。もう寝る準備満タンでして配信しようと思ってもうお風呂入りました。皆さんは元気ですか？こんばんは。空は元気、めちゃ元気よ。空はめちゃ元気、今んところは元気。そう、シナノ元気だよ。シナノは元気です。そう、結構ね、あの夕方ぐらいにメールが送ってなかったんですよ、多分何時間も。それでちょっと心配してしまった方おるかなと思って、3時半からメールを送ってなくて、そうだから音信不通みたいになっちゃって、そうみんなにもしかしたら心配かけてたかもと思って、ちょっと申し訳なさがあります。なんかね、なんか寝てました、ずっと。ずっと寝てて、なんかお家いるってなって、そうもちろんね台本のやつもしようと思ったんやけど、なんかどう何が一番いいんやろうと思って、なんか寝てた方がいいのかなと思って、なんかよく言うじゃないですか、なんか熱とかもなんかいっぱい寝た方が早く治るみたいな。だから別に何もかかってないけど寝てたらなんか抵抗力上がってかからないかな、かかりにくくなるかなと思ってずっと寝てました今日は。かまちゃんさん、ハートありがとう。レッドアイさん、海ギフトありがとう。親並みに心配してた。元気、そうなんですよ。そう、ソラハもねちょっとね今日不安やったんですよ。昨日か、昨日の夜、昨日陰性だったから、昨日の夜陰性って知って、でもなんかコロナに感染するので3日後みたいな言うじゃないですか。私先日そうゆうかちゃんとね、映画見に行ってたからさ、ちょっと不安やったんやけど、今日起きても全然何もなく、熱も平熱やし、でも明日もう一回再度検査するらしくて、そう明日が超不安なんですけど、なんか結構メンバーと連絡してたら無表情みたいな、でも陽性になるって言っとったから怖いと思って明日が不安なんですけど、とりあえず5月1日の夜元気。喉の痛み全然大丈夫です。そうなんか喉の痛みが結構みんなっぽいからちょっと心配だったんですけど全然大丈夫です。レッドアイさん、山ギフトありがとう。そうだからいっぱい寝てたらなんかかかりにくくなるかなと思って今日寝てました。イキャスさん、お花とかわいい、ありがとう。こんばんは。濃厚接触かはまだ分かんなくて、その辺がちょっとまだ分からないんですよ。空もそうで、5周年コンサートがとか、私は出なかったんですけど、カウントダウン TV とか、フラワーフェスティバルとか、なんかその他もろもろが結構中止になってしまって、ね、5月、あさっての5周年コンサートは本当に発表されたのが2月とかだったので、2月のバレンタイン時期だったので、もう本当に約、3ヶ月前からそう楽しみに本当にしてくださっていた、もちろんメンバーとかもうめちゃめちゃ頑張ってたので、なんか楽しみにしてくださっていた方にはすごいなんか申し訳ないなって思うんですけど、なんかこのご時世なんか仕方ないのかなっていう思うのね。もう今までメンバー結構なんか結構な頻度で PCR とか受けてたんですけど、なってなかったから、逆にそれがすごかったのかなって自分的にはなんかね
思って、まあでもなんか、ね、人数とかおそらたちも知らなくて、知ったの本当にね、最近っていうかだったのね。なんか本当にいつかかるかもわからないし、なんかどこでどのタイミングでかかるとかもわからないので、なんか空もさ、まあめっちゃ普通だけど無症状のなっとるかもしれんから、ちょっと本当によりなんかちゃんと感染防止対策をしていこうな、こうと思いました。空は今のところ結構元気です。絶対さんペンライトありがとう、お父さん海ギフトありがとう。そう、そして今日から5月、こんばんは。同時進化さんありがとう、海ギフト。そうなんですよね、そうなんですよ、誰のせいとかでもないんですよね、誰のせいでもないから、その方を責めたりは、まあ、多分みんな優しいからしないと思うし、本当に仕方ないことだなって私たちとかみんな思ってると思うので、大丈夫。あとそう、5月ということで、どうぞ今月もよろしくお願いします。メール先月から引き続き登録してくださっている方や、新しく登録してくださった方などよろしくお願いします。どうぞよろしくです。皆さんハートありがとうございます。本当にね、だからなんかみんなもさ、結構今日のお昼ぐらいだっけ発表されてさ、キャンセルとかがちょっといろいろ大変だとは思うんですけども、よろし、なんか本当にいろいろ迷惑っていうか、なんか迷惑っていうか、なんて言うんだよね、いろいろ手続きとか大変だと思うんですけども、よろしくお願いします。すいません、6月と言わず一生延長してて、やったね、あまり返事に来てないけど、お、よろしくお願いします。お顔見れたのでよかったです。空は元気、あそじさんかわいい、ありがとう。うん、そうなんで、できることをね、そう、なんか5月3日は中止になったけど、その後日開催日が決まったらね、できるって言ってたの、書いてたので、延期っていう形なのでね、本当に中止じゃなくて、5月3日はなくなっちゃったけど、中止になっちゃったけど、5周年コンサート自体はあるので、またその時を楽しみにね、行きましょう。だるまありがとう、むちゃだ。あとなんだっけ、5月7日のサイン会がなくなってしまったらしくて、なくなってしまったので、買ってたよって方に関して本当に申し訳ないし、先日ね、空たちもみんなというか結構ね、サインとか書いてたので悔しいと思うんですけども、本当にもうそれも仕方ないことなので、また日程が発表されたら、またよろしくお願いします。そう、延期ね。でも空はあれですね、もうちょっとしたら本当に東京に行くので、より引き締めないともうこんな言うとる場合じゃない、本当にもうふんとか言うとる場合じゃない、本当にね、気をつけないといけない。
サイン会写真めっちゃいいって、あドアップですね。ドアップでなんか自分的には好きじゃないけど守れてるのかなって感じです。そうもうちょっとで私も関東の方に行くので、まあとりあえず明日の、まあ、1回の PCR 検査をしてからですね。どういう、うん、明日が怖いよ本当に怖い。喉も痛くないし超元気だし熱もないしびっくりするぐらい食欲あるから。でもね無症状でなるって人もいるからね。舞台、そう、うん、舞台の持っていく準備もさ全然できてなくて悲しい、やばい、何も準備ができてない、何も変えてない、やばい。検査痛くないです、あの唾液です、唾液そう無事です、今のところ。何も持っていかない、確かにあえて、いやいやいや不安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 です。そう本当にね洋服がなくて、あのなんか T シャツとかが私結構なくてやばい、焦ってる。この前ズボン買ったけど T シャツ買うのは買ってなくて、高かったから買いに行かないといけないのに、もう外にあまり出れない、出れたとしても短時間で済ませないと。だからユニクロもいつ休みかとかが分かんないんですよね、その稽古が。だからね何とも言えない、買っていった方が確実。今日昼に作った抹茶、寝てたから飲んでない、あま、ハートありがとう。センソニアさん、カナの GU コラボね、あれ気になる T シャツね、ポアロが一番気になる、ポアロバーボン、写真の巻き、写真はあれです、なんだっけ、うん、チーズタッカルビのキンパ冷凍食品、あれは冷凍食品。ジェイさんハートありがとう。車運転、おおつー、かわいいね、あの車体っていう、かわいかった。お仕事終わってから寝てます。そうあの本当にね疲れてたら何だっけ抵抗力みたいなのが下がっちゃうから、いっぱい、ね、寝れる時にいっぱい寝て、空も今日5時間ぐらい寝たから、また今日朝も寝たけど夜も5時間、夕方5時間ぐらい寝たから今めちゃ元気。コキンさんハートありがとうございます。トマト柄じゃない、これイチゴね、えトマト柄じゃないんだが、こんばんは。あ、本当シナノは元気です、とりあえず今のところは。でも本当にいつかかるかわからないので、ね、もう体に菌がウイルスがいるかもしれないので、ねえゆうかちゃんとかね、結構いろんなメンバーさんのなんかツイッターでどういう症状とかが知ったんですけど、今日でもゆうかちゃんに差し入れ持っていった、
合ってないよ合ってないけど、玄関の前に置いて、はい、どうぞ、入ってありがとう、こんばんは。食事とかどうしてるのか分かんないから、ちょっと分かんなかったから、ちょ本当になんか喉が結構痛いって言って、喉飴しか舐めれてないって言ってたからさ、不安だったので、なんかゼリー状のやつと、なんかゼリーのエネルギー系と、ちょっと糖分いるかなと思って、糖分あるゼリー状のやつと、あと栄養ドリンクと、あとおかゆ、なんかご飯もの食べたいなってなったら、おかゆいけるかなと思って、おかゆと、あとはあのちょっとでもね、そのお家での楽しめるように、あのびっくりマンチョコの今呪術廻戦してて、だからそれを一個忍ばせておきました。多分ね、喉が痛いから食べれないと思うんですけど、ちょっと元気になってたら、なってたらね、それで楽しめたら、楽しんだらいいなと思って。なんかゆうかちゃんね、呪術廻戦のななみんが好きだからね、パッケージにななみんが書いてるやつをプレゼントして、シールは誰のか知らんけど、誰が当たるかランダムだから分からんけど、そう、それをちょっとあのね、ちょっとでも元気になれって思ってプレゼントしました。ハートありがとう、皆さん、ホキンさん、山ギフトありがとう。多分ね、なんか多分マネージャーさんとかからもなんかあるかもしれんけどさ、多分ね、何人もかかってるからね、ね、なんだろう、こうね、大変だと思うから、まあ同期のゆうかちゃんがね、そのなっとったらね、助けないとだからね。ハートありがとう、としきさん。そうだ、そう、スタッフさんとかもね、ハートいっぱいありがとう。こんばんは。もう本当になんか最近5周年のでもうめっちゃ追い込みで、結構な長時間レッスンだから、多分 みんな結構疲れちゃってて、それでだから抵抗力なんかが多分下がってたんだと思うんですよね。それで多分、しかもあんまり多分寝れなくてでなってたんだと思う。仕方ない、気をつけろ。サラも明日の検査が怖いよ、お願いしますこんなに元気なので。真空圏さんありがとう、右フット皆さん、ペネテありがとう。でもそれはあのアベマさんのあのね、モデルプレスカウントダウンの時、毎月あの1ヶ月に1回やってたから、毎月 PCR 検査やってたので、誰よりも早く終わる検査のあれ、唾液採取できるの自信ある。イキャスさん、山ギフト、海ギフト、家ギフトありがとう。皆さんもしよかったら海ギフトあれば、海ギフト投げてくださると嬉しいです。在宅、そらも今日は在宅、在宅、まあでも差し入れを買いに行ったぐらい。タンさん、山ギフト、スライスオニオンさん、山ギ、あ、山じゃないわタンさん、スライスオニオンさん、ゴキンさん、東京東京企画局長さん、海ギフトありがとう。チャレンジでゲットできると思うので、
あ、でも20万ポイントは多分相当すぎるので、本当に今回あのお話し会の方をねいっぱい皆さんと頑張ってきたので、ショールーム課金できないよって方が多いと思うので、もうめっちゃガチでしたわけじゃないけど、もらえたら欲しいなっていう感じなので、もしよかったらあの無料のギフトがあれば海ギフトパラソルの方を投げてくださると嬉しいです。スカルさんありがとう。海ギフト、ファッシャーさんありがとう。スペシャルサポーターとかちゃんとというか毎日投稿していくのでよろしくお願いします。スペシャルサポーターね、昨日からまた新たに始めたんですけど、スペシャルサポーターとかブログのあのなんだっけ、ドミノでも本当にもうちょっとで私関東の方に行ってしまうので、マジで一瞬で終わります。一瞬で終わると思うので、あのしっかり見ててください。本当にすぐ終わっちゃうと思う。かまちゃんさんパラソルありがとう。ナポスケさんパラソル、テントパソコンありがとう。夏のコンサート、確かにね、夏のコンサート、ドミノ部屋、そう部屋の片隅でやってます。あっち今何もないからあっちでやってます。シェリアさんパラソルありがとう。死なない、元気。今日いっぱい寝てしまったから台本を読むぞ。こんばんは。ダイソニオさんパラソルありがとう。でも5周年がなくなってしまって悲しいけど、まあ、ちょっと舞台のやつもちょっと準備でよりできるかなと思うと、まあ、本当にメールにも書いたんですけど、ずっとマイナスなことばっか考えててもよくないので、プラスに何か捉えれるようにね。お家でもいっぱいなんかできるじゃんってなるし、今までできてなかったことできるじゃんって思うし、なんかずっとマイナスだったら多分かかってしまったメンバーさんに対して良くないと思うので、本当にね仕方ないことなので、もうこのご時世気で負けたら終わりだってママに言われたので、気だけは強くいきます。本当に気で負けたらもうかかっちゃうと思うので、気で負けないぞシナノ。燃えとこ、素振りしようかな、素振りして明日に備えようかな。本当にやばい、舞台そう思うと文字であとちょっとで舞台だから、文字ちょっとだから、このお家ももうね1ヶ月ぐらい空けるって思うとやばい、なんかちょっとねなんかしとかないと。しかも本当にマジで何も用意してない、マジでどうしよう服本当にやばい、稽古着マジでなさすぎて留守番しようか。頼みたいね、毎日朝生活せんから髪の毛とか落ちんけど、なんか掃除なんかしてないと不安やな。素振りやろうかな、素振りやったらさ、あ確かに疲れちゃうけど精神鍛えられそうじゃない。ティムは連れていかない、でもキャリーに入ったら連れて行きたいんだよねティム、でも多分入らないんだよな、どうなんだろう。お洋服、大阪のさ直接のお話会のやつとかの私服とか
靴とかなんか持っていっとかんといけんから、なんか大丈夫かなって感じ。そう、1ヶ月お家開けるの初めてだからね、不安。ユニクロある？着いたら時間あるかな。でかくなってないよ、何も食べさせてない、何も食べさせてない、やばいねそれは。でかくなってない、意外とでかいんだよって思って。1ヶ月はどこ行くの？関東です。関東に行きます。卵や牛乳、確かに牛乳でもまあ毎日カフェラテとかキャラメルラテ飲んでるからなくなりそう。する、こんばんは、 STU48 のシナノソラハです、よろしくお願いします。もうやばい、なんかすっぴんすぎてやばいね。もうちょっとでもうすっぴんももう無理になってきそうだな。ティムいない間預かってくれないとやだ、ちょっとやだよ、あげない。伊藤さん可愛い、ありがとう。なんか最近なんか急に前髪伸ばしたい欲出てきた。前髪伸ばしたい役。そんなことだよーって、そんなことだよーあそこ電話大丈夫、そんなことだよー。元気ですよ、センター分け、センター分けじゃなくてね、あのね、なんかいい感じの、なんかね最近いろんななんか YouTube とか見よって、なんかいろんな人の髪の毛を見よって、なんかちょっと流してる感じいいねと思って。皆さんあったありがとう。そんなことないよえ、こんな感じじゃない、そんなことないよ。マヒナさんうん、なんか誰見たんだったっけな、誰か見て思ったんだよね。センターではないんだよね、センター絶対に言わんから。両サイドに前髪、そうそう、なんかねいい感じに、なんかもうちょっと長くてなんかって感じ、シュインって感じ。こんばんは、絶対結婚しような、今来たばっか。こんばんは、やばい寝てるの、めっちゃ寝たのにあくび出る、やばい。大人女子、髪長い胸下ぐらいまでありますね、結構伸びた。だって初期の頃私このぐらいだったからね、初めての朝とか鎖骨。キサラさんありがとう。パサパサやな。でももう伸びた。お、もう11時だ。30分配信した。ドゥンドゥ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 。ふつせんさんお花ありがとう。では終わろう。
十三ひろさん、十二よさん、十一お父さん、十二熱帯さん、九スライソニアさん、八のぽすけさん、七位東京東京企画企画長さん、六位パシちゃんさん、五位ミルさん、四位かまちゃんさん、三位あつじさん、二位コキンさん、そして一位はイキャスさん、ありがとうございます。ありがとう。明日は何時からしようかな。でも明日も、明日はドキドキ、自分に強く燃やせ、心を燃やせ、いいせいいせいいせ、ドキドキ。なんか明日は検査終わってとかから配信しようか、どうしよう、何時からかするか分かんないんですけど、そう、検査終わってからまたします。ありがとうございました。ブログ、ツイッター、スペシャルサポーターなどなど SNS 更新しているので、ぜひよろしくお願いします。ではありがとうございました。空通信でメールの返信してくれると嬉しいです。5月1日の夜のシナの空は元気でした。ありがとうございました。ではおやすみ、ちばいちぇらぽ、またね。ありがとう。